こんにちは、赤ちゃんです。今日はですね、こちら前回作ったフリーのランチャーなんですけど、これね、実は右回転で作りました。こちらが1作品目で、こちら2作品目で、両方右回転のライトランチャーなんですけど、実際に作って失敗した点、使ってみて良くなかった点が見えてきたので、本当の左のランチャーをこちらのような塗装にして、フリーのランチャーを再現したいと思います。でね、前回この動画を作ったら、みんなからすごいパクリって言われたんですよね。で、なんか見てみたら、ケンちゃんさんはこういうね、あるパーツを取って、分解して組み合わせて作ってたんですけど、パクリではないですし、ケンちゃんさんのやってるものからインスピレーションを受けてやったわけじゃなく、フリーが好きだけど、もうフリー用のランチャーが手に入らなかったり、ネットでめっちゃ高くなってるから、自分で作ろうと思って動画にしてます。真似をしてるんだったら、分解して、組み替えるだけ。これが真似してるんですけど、僕は塗装をして、フリーのランチャーを作ろうと思います。で、塗装のメリットなんですけど、アニメって、綺麗な黄色なんですよ。コンビニのくじで手に入ったベイランチャーは、ちょっとなんか黄土色っぽいような黄色で、アニメとはちょっと見た目が、の色が異なってたので、同じ色で再現したいなと思います。しっかりと、時間をかけて乾かすことと、塗装が終わった後に、最後にこちらのツヤクリアっていうものを塗ってコーティングを作ろうと思います。透明な被膜で落ちてもだし、ボディも両方コーティングされるので塗装がつくことはなくなるかと思います。もう結構ね、仕組みとか分かったのでサクサクっと分解しちゃいます。では、一度このボディについた油を落とさないとしっかり塗装ができないので、洗剤かな?使って油を落とします。はい、ということで、あれから塗装が終わりました。こちらです。じゃじゃーん。渾身作品ですよ。本当にめちゃめちゃ時間をかけて作りました。髪の毛も短くなってるから、その時間の経過がわかるよね。これね、こうやって割り箸をつけて、綺麗に綺麗にやりました。で、こういうパーツもね、全部ちゃんと、一回でこのテープを剥がして、割り箸も外して、様子を見ましょう。これもね、ちゃんと紐が色つかないように巻いてます、テープ。はい、見てください。こんな感じです。裏は、ほら、青色ですよね。ほら、見てこのツヤ。めちゃくちゃ綺麗です。これはもう伝わるでしょ、ほら。ピッカーンってしてる。この輝き。めっちゃ綺麗でしょ?ちょっと待って、これなんか黄色の何かの破片がくっついてる。クリアがめっちゃ良かったですね。これを塗ることで、ツヤが出てめっちゃピカピカ光ってるし、いいですね。組み立ててみましょう。オッケー!できたー!はい、見てください。こちら、完成しましたー。いやー、やっとですよ。はい、後ろはこんな感じです。逆にね、ここが汚いですね。塗装してないやつが、なんか傷っていうかついてて、汚いけど、塗装してあるとこ見てください。ほら、キラーン。おー、このキラキラ。めっちゃかっこいいんじゃない？ピカピカですよ。はい、これがまず一つ目の作品ですね。乾く前にベイロガーつけちゃったり、触ってね、指紋がついちゃったのを引き金に、塗り直しの時に表に赤スプレーをシュッて拭いちゃって、超汚いですね。こっちは、まあ指紋がついてなくてまだ綺麗なんですけど、これが1個目の作品です。そして2個目、この真ん中の赤色のやつすごい綺麗でしょ。これね、ツヤをつけてないとちょっと金属感のあるような光沢になるね。で、これの反省点は、まあ黄色がスプレーが足りなくて、ところどころスプレーがかなり薄い箇所があるっていうのが失敗点と、あとね、こう紐を引いて戻った時に赤色の塗料が映ってるんです。あ、ここ見るとわかる。ほら、赤塗料映ってるでしょ。なのでこれを踏まえて、今回はもうツヤでコーティングをしました。お互いこっち側もこっち側もツヤでコーティングされてるので、ぶつかっても色移りは絶対にないです。もうね、かなり時間をかけて作ったので、ツヤも30、40塗りぐらいはしてるので、もう絶対に色移りするっていうことはありません。かなり時間をしっかり乾かしたので、もう全然指紋なんてもちろんつくこともないので、仕上がったね、面の反射がとても綺麗に作ることできました。あと1作品目、分厚すぎてはまらないっていう事件があったんですけど、こっちはね、最小限でもしっかり色が映るぐらいの量で塗ったので、これベイロガー確かくっつけれなかったんですけど、一回つけてみよう。ベイロガー、ほら、ベイロガーの裏側黄色の色映ってるでしょ。一作品目の傷跡ですよ。これピタッとはまると塗装が厚くなくていい感じだったってことだからね。あ、
タッときました。で、このグリップも塗装が分厚すぎてはまんなくて、擦り傷の跡があると思うんですけど、これも多分ね、スッと入ってくれるはず。あー、全然いい感じですね。はい、これでできました。完全再現。ここバーストセオになっちゃってるけど、今回だけ外します。これね、初めてベイブレードを買いにお店に行った時に男の子がくれたんですよ。だからね、ずっとつけてたんですけど、今回だけ外しましょう。黄色のちょっとベイブレードってやつだから、フリーもちょっとね、こう黄色のやつだから。よーし、いいね。ドレインファグニルだね。回してみたいと思います。みんなね、もう見慣れちゃったと思うんですけど、こちらのね、スタジアム、本当は留め具がね、黒色の留め具なんですけど、初めてベイブレードの対戦セットを買った時の留め具が赤色だったので、黄色と赤で、これもね、フリーのカラーを意識して作られてます。そしてこちら、前回のねランダムブースターボリューム10でナッシングが入ってたので、ドレインファブニルにくっつけることができます。ドレインファブニル0バンプナッシングでいってみようかな。お、これも黄色と赤になりましたね、ほら。ただね、ちょっとファブニル、本当はね、フリー君が使ってるファブニル、黄色なのに赤色なんですよ。もうそれだけはね、かなりショックなんですけど、ナッシングがあるので、もう結構再現できてると思います。本当は8ディスクなんですけど、バンプ赤色なので、0バンプでもいいかなと思います。まずはね、ちゃんと左回転で回ってくれるか、確かめましょう。スイーツ番号、押して、おー、いい。あー、唯一ね、ファブニルが赤色っていうことがちょっと、一応ね、黄色と赤のスタジアムなので、黄色と赤だから、まだね、黄色じゃない他の色だったら、赤がね、一番いいかなと思います。ギリギリ。超絶ベイがね、今回でさらにまた2つも増えたので、こちらで戦わせたいと思います。改造はデフォルトなんですけど、ラグナルクだけ、リーチがね、ちょっと相性悪いんじゃないかなと思って、飛び出ててね、引っかかっちゃうので、なるべく引っかかりのない丸い形状の方がいいかなと思って、リーチだけ外してます。でも、それ以外は一応デフォルトにしてます。1回ずつかな、対戦したいと思います。アニメで登場した順番でいこう。すべて超絶から先にシュートしたいと思います。ウィニングバルキリー、3、2、1、ゴーシュ、ゴーシュ。おっと、もっとラッシュシュートするべきだったね、ボルカニック。これはまずい、これまずいよ。ヘッポコの戦いになっちゃった。ごめんなさい。はい、スピンフィニッシュですね。ちょっとね、上からのアタックしてみたいですね、Z アキレス。高くしてみましょう。3、2、1、ゴーシュ、ゴーシュ。おっと、すごいアタックだ。お、ナッシングがポンポンってなってる。ファブニルとナッシング試すの僕初めてです。すごいよ、吸収と、すごい吸収力あるんじゃないかな。お、おー、スピンフィニッシュ、強い。続いてフォルネウスはどうかな。3、2、1、ゴーシュ、ゴーシュ。おー、あ、バースト、やば、やばい、バーストやっちゃった。では続いてクラッシュラグナルクです。さあ、どうだろう。3、2、1、ゴーシュ、ショー。さあ、スタミナタイプだからね、ラグナルク。リーチもなくなって、もうほんと引っかかりがないからいいと思うんですよね。おっと、うおー、ファブニルの方が結構弱めに打ったんですけど、スピンフィニッシュで勝っちゃった。やばい。あー、最後は左勝負だからね、これ吸収できないと思いますけど、ブラッディ・ロンギヌス。どんな戦い方をするのか。ファブニルちょっと強めに打ちましょう。スイッツーマンゴーシュ、ゴーシュ。さあ、最初はね、ラッシュシュートになるけど、外周回っちゃうね。だから最初にぶつかれると結構いいのかな。さあ、バーストされた。はい、少し遊んでみた感じ、こちらに色移りはないですけど、ほら、かけちゃって青色の部分が出てきてる。色移りはなくなったけど、プラスチックコーティングみたいな感じなので、衝撃でポロってかけちゃうようなことはあるみたいですね。納得いく作品に仕上がったので、バンバン使っていきたいと思います。
ファブニルもね、ナッシングが届いて使ってみたんだけど楽しいね。ちょっとね、ロマンがある面白い改造なので、しばらくはね、これとセットで遊んでみたいと思います。レイも赤と黄色で、ラッチョも赤と黄色で、メルカリの転売だとかなり値段が高くなってるんですよね。だからやっぱり作った方が愛着も湧きますし、ほんとね、ものづくりしたことある方ならわかると思うんですけど、自分で作ったものってやっぱなんかよく感じちゃうんですよね。それにアニメは本当に真っ黄色だし、フリー君の髪色とか服も見るとやっぱ同じ真っ黄色なので、そういうとこも考えると綺麗な黄色と赤の方が僕はね、アニメ再現できてていいんじゃないかなと思いました。塗装は難しくて時間のかかるような作業だとは思うんですけど、それに値するかなりいいものができると思うので、時間がある方はね、ぜひやってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。